かつて天帝によって攻められていた。神教の持ち主である彼は魔物との騒乱の最中、その後戦界は総力を挙げてオロチと交戦。熾烈な戦いの果てにオロチを幽閉するが、天帝が時を遡り天帝を救うことは戦界の禁忌とされた。天帝が襲われた当時、スサノオら主な将は魔物との激戦の中にあり、しかし完全な神教を得るには禁忌を破るしかない。それはオロチとの対決を意味したが、皆の力を結集すれば天帝を救い完全な神教を得られるはず。復帰と人海の英雄たちは、今のところオロチの気配、奴は一体どこに。復帰、何をブツブツ言っている。ここから先は決して、この地は魔物の勢いが特に激しい。我ら戦海軍は押されている状況だ。まずは窮地の味方を救うぞ。その後木を狙い魔物への反撃を仕掛ける。うん、承知したぞ。オリ、人の子よ、お前も決して気を抜くな。その脆弱な身、お気遣い痛み入る。心して戦わせていただこう。では行くぞ。この地より全ての魔、力を貸してやろう。窮地に陥っている味方を救う。魔物どもを蹴散らすのだ。行くぞ。今度こそ天帝をお救いするのじゃ。敵だな、マイロ、拙者も助成しようぞ。食らいつくしてやる。本陣近くの砦が狙われているよ。魔物の先陣を撃ち撃ち返すのだ。進軍し、西の砦へ向かいましょう。だと。この調子で敵を倒せ。俺たちも南から進もう。この辺りの風は鬱陶しいの。吹いたり止んだり、落ち着かぬわ。どうして戦っておると思い出す。私は天帝護衛の任務です。天帝の命でここの守備を。天帝はオロチに襲われた。そうであった。ならば今度こそ天帝をお救いしましょうぞ。こたびはお主ら人間も一緒じゃ。や天帝を救ってみせようぞ。天界の奴らを蹴散らしてやれ。
申し訳ない。待て、ここは倒産だ。さすがですな、将兵らの士気も高まりましょう。働きじゃ。さすがですな、将兵らの士気も高まりましょう。この関雲長、真の三国無双なり。目の覚める戦ぶり、見事。さえておいでですな。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。先輩の者どもなど我らの敵ではないわ。やめるな。我らが魔物などに遅れを取るか。東門が開いたようだ。敵の本陣を攻めるぞ。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。目の覚める戦ぶり、見事。待っていたぞ。ここで叩き潰してやる。突っ込んでくるとは愚かなり。怒涛の餌食となるがいい。とんだ失態よ。手を煩わせて申し訳ない。兵らの士気も高まりましょう。一段と冴えておいでですな。危ないところでした。援軍感謝いたします。この総大将を撃破するぞ。進め。王にも国落ちぬことがある。あの時天帝はオロチに殺された。じゃが奴はどうやって天帝の城に入った。そもそも奴はどこから現れた。思案にふけっている時ではありますまい。今は天帝のもとへ急がねば。そうじゃったな。ならばここを早う片付けようぞ。先にしてくれる。無駄よ。我らは耐えぬ。滅びる。あのお方の力によってな。あのお方とは。それは信じがたきことに。王竜様にお伝えしたときに。
貫き進むのみ。あの魔物を見失うとは無念。それに最後の言葉、あの女の話は真実なのか。あのお方が信じられぬ。信じたくもない。だがそう考え、王龍、一人で考え込んでどうしたんじゃ。フッキー、お前は、いや、なんでもない。この地の魔物は排除できたよ。うん、思ったより早く片付いたの。お主はこれから。俺は一旦天帝の城へ行こう。ならば悪いが先に行ってくれるかの。わしはもう少しあの魔物を追ってみるわ。最後のこと。じゃが天帝を長くお一人にしてはおけぬ。お主が先に戻ってくれれば。ああ、わかった。天帝のこと。いかんか。